グラウンドの4個分。大きい。そりゃ広いわけですね。センターはアイドルも大切ですね。そうですね。はい。あの、みかんです。HKT48の福岡撮影中。福岡撮影中始まりました。イエーイ。すごい晴れてます。ですね。日差しも結構強いんですが、はい、花さん、はい、突然ですが緑化木ってご存知ですか？緑化木ですか？はい、初めて聞きました。そうですね。実は庭木や植木のことを言うんですけど、うん、なるほどね、はい、この緑化木は福岡県で生産量全国で何位だと思いますか？うん、全国で？全国で。でもあんまりその言葉と聞いたことないから、うん、そうですね、結構下の方なんじゃないかなとは思ってます。お、正解は全国で3位です。3位。3位全国で。そうなんですよ。47、うん、ということで今日はいろんな植物について教えてもらいに行きたいなと思います。春ですね。春ですね。行きましょう。行ってきます。福岡撮影中ということで、久留米市田主丸にある福岡県緑化センターにやってきました。イエーイ。こちらの施設を紹介してくださる方はこちらの方です。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すごい周りがすごい緑豊かな場所なんですけど、うん、ここはどういう施設なんですか？ここはですね、福岡県の施設で、うん、公園みたいなところで誰でもいつでも入っておくて、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。寄せ植えとか剪定とかの講習会をしてます。そうなんですね。はい。どうしてこの田主丸にこういった施設ができたんですか？確かに久留米市はあの庭木とかね、うん、植木とかを生産する技術が昔からあの優れてて、はい、最初は果樹、果物がなる木、はい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 、あれを生産するのですごく技術が発達して、はい、そこからこういう植木とかになりました。それの説明しましょうかね。いいですか？いい笑顔ですね。はい、持ってきました。大きい、ね、大きい。これなんかわかりますか？これつぼみがあるので、ね、はい、5秒間質問。ぶどう。はい、ブーです、はい、これはね、あの、はい、みかんです。あ、早い。早い。みかんの場合はね、カラタチという木を使いますけど、はいはい、うん、おー、結構大胆に、ね、あ、ちぎっちゃうんですね、葉っぱ。なるほど、なるほど。まあ、こういう感じでこれにこうやって継ぐんですね。なるほど。これをつけたら、これがね、優良な品種ね、うん、いや、あの、実が良くなる品種改良して、実が良くなる品種を、これをあまりならないやつにこう作るんです、はいはいはい、でこれが継ぎ木のね、田主丸では継ぎ木、そういう技術が発達して、はい、もう一時これが全国一になった。あ、一位にもなったんですね、うん、はい、この苗木は植えるとしたらどうやって植えるんですか？うん、はい、あの、いらん枝をね、こう切って、はい、そしてこう切っちゃって、らら、そしてできるだけ少なくして植えて、はいはい、そうすると、あの、今年は実はなりませんけど、はい、早く実がなると、葉っぱに栄養がいっちゃうので、それができるだけ根に早く丈夫になるという、そういう植え方です。すごい。いいですか？はい、参考になりますね。はい、うん、福岡撮影中。ここ広いですけど、はい、どれぐらい広いんですか？面積は57,700平方メートル。ペーペードームのグラウンド、はいはいはい、緑のグラウンドの4個分、うん、大きいですね。そりゃ広いわけです ね、 ね、お花もいっぱい咲いてるし、ね、はい、このツツ見てください、はい、これはですね、はい、あの、平戸ツツジと言います。長崎県、あそこで江戸時代に、はい、あの、品種改良して作った。今はこれが咲き始めてるけど、はいはい、少し前は桜も咲いてたし、うん、その前は梅だし、でこれから先はまた、はい、あの、シャクナゲとか、いろんな彩りが、春はいっぱい、次から次に咲きます。彩りがなくっても、うん、この新緑、緑の、はいはいはい、すごい癒されるかなと思います。あれ何の花かわかります？あ、私わかります、はい、すごい。富士の花ですか？はい、ありますね。やった、はい、蜂がいっぱいいます。クマンバチといって、はいはい、これだけに来る蜂がいるんですよ。あ、大きな蜂でね、やっぱ自然が豊かだから。あ、大丈夫です。この蜂は大丈夫。あ、そうなんですか？
すごい素敵な木を見つけたんですけど、うん、これは何という木ですか？いいでしょこれ、はい、素敵です。これは分かりませんという意味で、なんじゃもんじゃ。あ、由来がそれなんですか？うん、で本当の名前はね、これは一葉タゴと言います。あの木星、金木星の仲間ですね。そうなんですね。木星かと言いますけど、あのいい香りの、うん、そうそうそう、こちらはいい匂いとかしますか？さあ、ちょっと匂ってみてください。あ、いいんですか？どうかな。どうですか？あ、無臭でした。はい、無臭でした。金木犀はね、秋とかに咲きますけど、これは、これは今ね。今がピークですね。うん、これは何ですか？銀梅花っていう植物になります。銀梅花。はい。枝と葉っぱ。はい、に香りの成分がいっぱい詰まって、ちぎってもいいし、もみもみしてクンクンしてみてもらっていいですか？嗅いだことある匂いだ。それの精油が出来上がって、ちょっとスプレー作ってみたんで、あ、でも、あ、出ました。はい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 、はい、いい匂い。植木屋さんたちが実験的に取って商品化して、で精油売ってあります。なので覚えておいてください。はい、金梅花。金梅花。福岡撮影中。はい、ということで私たちも草花のある暮らしを始めたいと思って、はい、そうですね、はい、今日は先生をお呼びしました。 お願いします。よろしくお願いします。こんにちは。じゃあ今日は何を、うん、今日はですね、はい、お二人にぴったりなお花を用意しました、はい、やった。そうそう、まず主役は、はい、カリブラコアと言います。ピンクの八重のお花で、はい、ちょっと透明に見たらバラのようになる。はい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 、確かに。これに合わせる脇役をラベンダーにするか、はい、キク科の植物にするか、はい、どっちが好き？じゃあ、うん、私はこのキク科の植物で。オッケー、じゃあ私はラベンダーでね。ラベンダーにします。やっぱこの元気そうな、元気そうな植物でしょう。はい、これにします。私たちがこう作るものをこう先生に見ていただいて、どちらが上手にできているかを勝負しましょう。対決ですね。センスがいりますからね。本当に、うん、まず最初に鉢底石をザザー全部入れてください。はい、じゃあ次、はい、この2番目の土を全部入れてください。わかりました。えいえい。おー、で鳴らしてもらっていいですか？わかりました。これで、はい、脇役さんから。これは別に後ろじゃなくてもいいんですか？横でもいいですよ、これもセンスですね、花さん、ね、ちょっと揉んで、そう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 、して株元に手をやって、あ、繰り返す。うまい、皆さんもやってるね。上手上手。私これやったことあるかもしれない。やったことある。ここにここに来ましょうか、はい、置きますか？一応ここに置きます。横に置きます。はい、次は主役を置いてください。はい、主役は後ろじゃないよ、センターです。はい、センターはアイドルも大切ですからね。そうですね、はい、はい、よし、これはセンターに。センターに置いて。いいな、なんか造形の花多いね。あ、そういい感じです。さあ、ね、はい、うん、カラーリーフさんをお好きなところに配置して。なるほど。はい、配置するんですよね。そう、どの人の隣に来たら映えるかなって。この間かな。よし、間かな。じゃあ次、最後に入れるこのアイビーね、はいはい、好きなだけ使ってください。あ、別に全部使わなくても。なるほど、見栄えによってってことですね。そう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 、むずいですね。そうですね、うん、そしたら、はい、あの土を入れて上から 1,2 センチのところまでね、はい、まっすぐなるように入れてください。わかりました。じゃあお飾りしましょう。はい、小やじファイバーをシュッ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 、細かく。そうなんですよ、シュッシュッシュッ。そう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 、いい手つき。何でも褒めてくれる。優しいですね、うん、少し器から出るぐらいが可愛いよ。なるほど、うん、お花植えるの得意なのかっこいいよね。かっこいいです ね、いいな。趣味園芸とかちょっと言ってみたいですね。言ってみたい、うん、できました。イエーイ。ということで、こうお互いの頑張ったポイントを先生に聞いていただこうと思うんですけど、じゃあまずは、はい、花さんどうですか、はい、どうなんですかね。でもなるべくこのお花をね、真ん中にこう見せつけて綺麗になるように頑張りましたが、どうなんでしょうか。あとこの茶色いこのふわふわでね、あのちょっとごまかしました。動きがあってすごくいいですね。あ、本当ですか。うん、アイビーも動いてるし。やったー、素敵だ。じゃあ、ザオちゃんは。はい、私は、うん、このメインのお花はユアズモガの目立つと思ったので、うん、この脇役の葉っぱたちをこのこっちのお花は大きいのでちっちゃめにして、こっちのお花はちっちゃいので大きめにして、バランスを取れるように作りました。すごい、はい、すごい上手。理由がちゃんとしています。
ありがとうございます。では先生判定をお願いします。お願いします。あげていい？いいですよ。うんと、ごめんね、こちらの方が。やったー。どうしてかというと、はい、花ちゃんのもすごく素敵なんだけど、優しい正面の一番ここにお花がないの、はいはいはい、だからね、なるほど、もうちょっとこれをこう傾けるとかして。そうね、なんかそうね、どっちとも上手でした。ありがとうございます。植えてもらったこの植物たちは、はい、お日様が大好きです。はいはいはい、なので日の当たるところに置いてください。はい。あとお水やりなんですが、うんうん、お水はあのたっぷりあげてもらって、うんうん、ここの下からお水が穴が開いてますので、はいはいはい、うん、ここからお水が出るぐらいたっぷりあげてください、うん、でお水をあげるときに上からこうかけずに、はいはい、うん、お花に水がかからないように。なるほど、うん、根元からあげる。そうです、あ、根元から、そうです、そうです。なるほど、そう、あげてください。喜ぶと思います。はい、うん、上手でした。ありがとうございました。はい、可愛がってください。はい。福岡撮影中。平田さん、はい、この緑化センターで間もなくイベントがあると伺ったのですけど、うん、そうなんですよ、はい、5月19日にあります、はい、ということはこの動画が公開されてすぐですね。グリーンフェスティバルって言って、はいはい、毎年1年に1回やってて、うんうん、この新緑の下で丸太切り競争してもらったりとか、ツリークライミングしてもらったりとか、あとロープアスレチックしてもらったりとか。そんなものもあるんですか。そうです。であとは寄せ植え講習とか、うん、樹木の不思議を探す体験とか、はいはい、あとはいろんなあの飲食店が来たりとか、盛りだくさんですね。じゃあこれもね、はい、来るしかないですね、はい、皆さんお待ちしています。お待ちください。福岡撮影中。福岡県緑化センターで植物との付き合い方などについて学んできたんですけど、うん、花さんどうでしたか。いや、なんかこうプライベートじゃあんまり来れない場所だったと思うので、そうですね、うん、本当にちょっと息抜きしちゃいましたね。そうですね、はい、ちゃっかりいろんな自然を目にすることができてすごい心が癒されましたし、うん、またみんなで来たいなと思いましたし、うん、ぜひプライベートでも来たいなと思いました、うん、皆さんもぜひお越しください、はい、ということですが、はい、今日はあの、はい、さっきあのお花を植える対決をしたんですけど、しました、ね、その勝負でなんと私が勝たせていただいたので、はい、花さんは罰ゲームです。最悪だ、はい、あと前回も花さんが罰ゲームを受けたんですけど、そうですね、やりましたね、はい、今日もまたモノマネでお願いしたいなと思います、はい、何ですか。今日は元気なラベンダーでお願いしますねえ、むずいむずい元気なラベンダー、はい、いいですか。わかりました、はい、それでは花さんで元気なラベンダーです。どうぞ。元気なラベンダー。ありがとうございました